はい、どうも、はじめまして。バンプです。今回は新モードマラソンについて、ちょっと詳しく紹介していきたいなと思います。一番最初に出るセラピストンタスク。マラソンなんですけど、このタスクね、見てほしいのは、初期装備がね、ラボキーがもらえるんですよ。序盤からラボキーがもらえて、報酬がね、めちゃくちゃでかくて。ワイプダッシュすぐにね、タスク出るんですけど、これね、66,700LP もらえるんですよ。これめちゃくちゃうまい。で、あと、インジェクターケース。そしてね、医療ケース。で、拳眼鏡も2個もらえるということで、こうワイプダッシュ初日からね、できるようになってたんですけど、マラソンとは何ぞやとね、思う方います。今期からね、追加されたマラソンシステムっていうのがありまして、こんな感じでマップ行くと、右上の方にマラソンっていうものがあって、これね、今のイベントらしいんですけど、これイベント後もこれが通常で追加されるということなんで、どうなるか楽しみです。で、このマラソンっていうのは、本当にグラウンドゼロからしかスタートができないモードになっていて、ここから、脱出地点によって、次のマップへ移動、次のマップへ移動、みたいな感じで、昭和ラインまで行くまでには、グラウンドゼロ、SOT、インチェ、カスタム、ファクトリー、ウッズ、リザーブ、ライトハウス、昭和ラインを経由しながらじゃないと、ここまで行けない。っていうね、もうここまで行くのに何時間かかるんだって話なんだけど、そういう風なシステムで今回ね、それをちょっと紹介していきたいなと思います。で、一番最初に出るこのマラソンタスク。今回のこのタスクだったり、このマラソンっていう流れっていうのがすごいわかると思いますんで。はい、紹介しながらちょっといこうかなと思います。その前に高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは行きましょう。準備するものは予備弾。回復少し多め。で、食べ物、弁当を持っていきましょう。連続レイドになるらしいんで、このスタッシュにね、戻ってこないらしいです。なんで絶対いるのはラボキーだな。アクセスカードキーがいる。ラボに入るための。で、ルーブルか。ルーブルはなんかね、アイテムを送るときに使うらしい。これでね、やっていきます。ということでね、マラソン、本当はフルパで行った方がいい。途中のね、マップで死ぬと、初めかららしいんで、死んだ人は。一人でもかけちゃダメらしいです。で、ラボ行くんで、皆さんラボキーを忘れたら一人だけ入れませんよ、ラボの方。さあ、マッチしたぜ。さあ、ここから俺たちのマラソン、一人もかけずに冒険が始まる。で、ここから、ちょっとスタミナ回復しつつ右に流れていこうか。何いいの死ぬな一人絶対死ぬな !SOT マンだ。やったか？オッケー、ここで、ここ脇の、初心者じゃん。おい、誰だやったやつ。かわいそうに、お前1レベルやぞ、お前これ。ああ、ほんまに。よしよし。でも俺たちはマラソンという、超難関タスクやから。俺らはな。一レベルとは違うんだ。かかってるもんが。だ、こっから右下脇あるから気をつけて。じゃあ、ここで待ちますぜ。じゃあ、時間まで、待ちます。オッケー。じゃあ、つうことで、時間7分経ちます。あと40秒で。で、俺たちが向かう出口はあそこだな。で、プレイヤー結構近いね。こっち側にいるから気をつけて。マラソンってマラソン勢だけマッチングする感じ ?No! マラソンじゃない人たちをマッチングする。普通のこれオンラインレイトで、マラソンから入った人だけ、この右上の脱出が追加されるって感じ。OK。一旦ちょっと待ってみる？マラソン勢このマッチングにいたら来ると思うから、一旦ちょっと待ってみて、1分ぐらい。さあ、マラソン出す。気をつけて。死んだら終わりなんで。今、見えてる。みんな固まってるから。前行ったら全員的ね。グレ注意で。え、めっちゃ目の前に突っ込む死んでるけど、これ、アレラギさんがやったの。OK。で、ここに、奥に設置があるから、設置する人は設置して。え、目標を守れってなってるわ。一回守って、これ別のタスクだからね、これは。いる左？
え、クリアになった。で、デリバリーでこれなんか持って帰ってほしかったらここに入れて持って帰るみたいな感じか。ルーブル別になくてもいけるっぽい。さあ、ここで待ってたら、20秒。え、俺ら撃たれてね？ごめんごめん、俺、車線かぶってたかも。この階段にいたのか。で、これで時間が経ったら、次 SOT に強制送還される。さあ、このまま一回帰る音がします。もう勝手にね、マッチングに行かれるの、これ。で、SOT のオンラインリードと合流するみたいな感じ。こっからもうマッチング入りましたよ。ほら、来た。切り替わりました、勝手に。これ、出撃中、マップロード中って感じで、ま、勝手にもう、SOT にマッチングされますよ。で、ここから、出口によって、次行くマップが変わるらしい。SOT からは、インターチェンジだったり、ラボに行ける。グラゼロからあそこの道は経由しないといけないから、今回、なんか運営側もグラゼロ序盤終わったらみんな行かないからさ、入り口にしたんだろうね、そういうマラソンの。これがもっとスムーズに接続できるなら思う。いうか、もうこれでも十分おもろいけどね。で、マップの下の方にある、これ今右上だから、グラゼロが。だからどん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 、下のマップに行こうとすると、死なずにどんどん、次々行かないといけない。みたいなゲームが、これがマラソン。いや、マラソンだけ1日終わりそう。その通り。これね、時間がいるから、1レイドで終わんないから、どん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 、なんか、ショアラインまで行くまでに、1時間はかかると思う。多分やる。何レイド重ねるんだろう。7分絶対経たないといけないから、マップ。で、マッチングとかこういうのも合わせたら、まあ、1個で10分。最速で回っても10分。ポンポンポンだから1時間以上かかるね。ショアラインまで行くまで。だから、まあ、ある程度タスクとかも、タルコフに慣れてる人からすると、これはめちゃくちゃスリルある、ね。やっぱ1レイドで終わってたスリルが、だって連続で重ねないといけなくなるから、連続生還を増やさないといけない。めちゃくちゃ面白い。そう、エスコートだね。あ、ってことで、マッチングしました。SOT。で、今回のタスクは、めっちゃ近い。めっちゃいいわけ。今回のタスクね、ラボに行けってところで、カードキーがいるから、カードキーを持った状態で、正面あるよ、脇。正面右ね。右。こっち右、脇ある。今回は、あっち側なんだよね。めっちゃ近かった、今回は、脇。なんで、どうしようかな。ちょっと右クリアしに行く。それともここで待つ、しっかり。怖くね、ここ。まあ、いっか、ここで待つか。で、今さっきね、グラゼロで拾ってきた物資、インレイドのままらしい。あれ、ちょっと見てみよう。ほんとだ。レイド挟んでも、スタッシュに帰ってないから、インレイドは外れないっぽいね。マラソンで手に入れたアイテム。で、時間経ったんで、そろそろね、移動していきたいと思います。お前、2、3、俺2だったよね。まあ、次ラボ行った時にここ見て、生存、連続生存回数が増えてたら、うん、4になってたら、この、あれは回復数が増えてる。さっきカサって言ったのは多分スカブの音っぽいから、ここから向こうだね。よく近くで湧いてよかった、ほんと。だから学校方面から走ってくるプレイヤーだけ怖いね。ここで湧いた場合は。で、しっかり鎮痛も決めとこう。ワンチャン来た。何、スカブ？え？左行ってるよ。あ、なんかいる。え、待って、え？かぶつかぶ、え、なんで死んだの？待って。何に殺された？グレー、スカフの？ちょっと待って。スカブのくれ。一人殉職した。これで一人失ったと。で、この状態から奥に行きます。今回。ラボに行きたいんで。ラボに行きたい場合は、この、今期スカブのグレがすごくて、ここの学校の間。
はい、ここがラボに行く道になってます。さあ、これ死んでしまうとあれなんで。うちら死んだよ、味方。で、ビーコン設置があるから、しっかりビーコン設置して、守りましょう。で、ここで F を押すと、まだ持って帰れるもんがいろいろありますと。やべやべ、出口になる、出口になる。挟まってる。まあ、いやいや、いいかいいか。で、死んだ人がいなくなっても、進むと次に。はい。で、この状態で、ラボに行きましょう。で、インターチェンジ行きたいときは、このインターチェンジに行くエリアがあるから、それで行くらしい。OK。これでまた連続で。次は殉職しましたけど、一人。びっくりした、今。俺、何新しいトラップワイヤー踏んだんかと思った。え、ワイヤー仕掛けられてたんじゃないですか、こう。飲み酒じゃなくて。で、ラボに行くときはアクセスカードキーがないとダメらしい。で、まあ、ここはさっきと同様、もう勝手にレイドに、進められるって感じでね。ラボに行きますよ。で、ここから4箇所ラボ回らないといけない。今回のタスクに関しては。で、回っていきたいと思います。急に湧いた。レイド出撃とかなく急に湧いた。そんなことある？急に湧いて。これフリーなんちゃう？ワンちゃん。だからマッチングとかなかったよ。急に湧いたよね。で、一回ここで、待ちましょう。ラボに関しては本当にやばいんで。で、ラボは4箇所回らないといけない。ハンガーっていう場所と、ドームっていう場所と、サーバールーム。サーバールーム。プラスアルファで、どこだ？エレベーター。ガラス張りになったエレベーター。この後行くと思いますね。で、全般の方で見て、ここだね、現在の連続生還が進んでるから、こういう連続生還に関しては進んでいくっぽい。ね。で、スキルは、あ、更新されたね、しっかり。しっかりね、スキルは更新されてるから、レイド挟むと、インレイドは消えないけど、スキルだったり、こういう、なんだろう、詳細、ステータスに関しては、しっかり更新される。OK。ということで、時間になるまで待って、ラボ怖いから、結構、待ちます。今回は。もう、20分ぐらいまで待つ。安全キスなら、もう残り10分まで待ちたい。もう、こっから20分待ちたいぐらい。どうするか、まあ、決めよう。OK、じゃあ時間来たんで、これフリーか、わかんないけど、フリーじゃなかったらマジ絶望だけど、ちょっとな、サインで決めよう。行くんだったら、じゃあ、はーいね、パー。Y ダブルクリックしたらこれできるから、パーで。で、行かなかったら、な、この、グ、グ、止まれ。行くよ。はい。せーの。何リロードしてんのお前。行ってこい。行ってこい。行ってこい。死にたくない。死にたくない。ちょっと、行かせるか。ワンチャンフリー。アナウンスもなんないから、ワンチャンフリーで、これめっちゃ美味しいかもしんない。このライド。で、ボタンも押さなかれよ。たらレイダーも開いてないから、これマジですフリーだぞこれ。で、帰るときは俺たちボタン鳴らさなくていいから。怖すぎ怖すぎ。とりあえずワイプ方面は完璧だから行く。真ん中のドーム、時間経過でレイダー湧いてるわ。時間経過でレーダー湧いてる。忘れてた。え、大丈夫それ。レーダーね。いなさそうだな、本当に。本当に不利だ。じゃ、パパッと回ろう。とりあえずドームね。はい、ドーム来ました。ここのドームの中でピローンと。で、中の美味しいとこを漁る。まあ、とりあえずカードキーがないかだけね。さっと見て。ね。美味しいとこはもうスルーしたけど。え？とりあえず、漁る前に回ろう。場所だけね、紹介してみ。行こう。とりあえず回ろう。
なんだこれ。とりあえず、サーバー行って版画行きたいから、サーバー入ります。オッケー、取るようになった。ここでも行けんだ。サーバー全体っぽいね。で、このままハンガーだね。よかったかもな。え、あそこって空いてるもんだっけ？え、あそこって空いてるもんだっけ？めっちゃ急に怖くなった。え、空いてない？空いてない？閉まってるよね。いるわ、どっかに。プレイヤー。大丈夫、ここピロンになる。鳴らした。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、一回戻ろう。こっち、あと、こっちだから。怖すぎ、どっかにいるぞ。もう一人も多分フリーラボだと思って走り回ってるから、終わらせよう。怖っ！今さっき死体だった。え、これ二人倒したってこと？ね？あ、美味しいか、ほら、倒して、持ってきな、持ってきな。とりあえず帰らなくても、タスクさえ終われば、クリアになるっぽいから、ラストこっちだね。ガラス張りの方。ここのエレベーターだな。に、やればタスククリアになるから。オッケー！来た！オッケー、これで死んでもオッケー。で、マーカー設置して、奥。マーカー設置あるから、エレベーターマーカー設置して。アサロー！各自解散！これが確定っぽいから、あ、ここなんか何秒間かいないといけないんだ。で、25秒で。怖すぎだろ、マジ。で、ここは続きに行く場所がもうないから、ここがもう最終地点なのね、ラボに関しては。以上。あれ？なんか SOT に戻る、あれがあるってこと？これ。待って、そういうことか。僕は間違えました。ここ SOT に戻るらしいです。でも普通に帰ればよかった。他の、帰る方は普通の出口で帰りましょう。SOT に帰れるという、ね、そういうことだよね。OK。よし、ここから今ね、SOT 行きます、今から。SOT 戻るらしいんで、ここ。また出撃中ですと。まあ、ここから、出口に向かいます、SOT に。永遠にね、繰り返していくと。まあ、アリレギさんのね、まあ、グレで飛び散った、やっぱ持って帰らないといけないね、遺品を。あ、SOT が好きすぎて SOT に来た男。どうもよろしくお願いします。ってことで、これね。ちょっと待って。ベンチさん？まさか、待って、ついてきてなかったってこと？ハザードドームがクリアしてない？行ってないの、ドーム。うちの一人が、行ってなかったらしいです、ドームへ。あー、かわいそうだ、これは。まあ、これは帰りますか。はい、ラボ機ないんで。待って、アクセスカード機出た。まさかの一人、ドーム行き損ねたんで、アクセスカード機渡して、行ってもらう？なあ、来たぞ。お前一人で行ってこい。もう俺ら帰るからよ。これ、あと2枚見つけるの大変だから。ドームっていう、ラボの真ん中にあったじゃん。なんか丸い球体みたいな。真ん中にね。わかった？ラボ。さっきのさ、空間のドームみたいな。あそこに行けばいいだけ。だから、もうラボ、タイムか、生まれたら待つんじゃなくても走っていい。帰らなくていい。行けるか？行けるか？
ッケー、じゃあその様子を画面共有しといてくれ、ちょっと見るわ、見送りたいから。わかった、これ画面共有しといて。俺らはもう今死んでもいいから、守るから。守るから。オッケー、わかった。じゃあそれをあのラボ行ったら俺ら画面共有で見るから、天から。よし。おかわりグレが来て、一人殉職しました。護衛が。俺しかもう護衛はいない。このベンジさんをラボまで送り届けるんだ、俺は。スカブグレ、すぐ投げてくる。さあ、学校エリアね。復讐がてらね。SOT からラボどうやって行くんですかの。復讐がてら。オッケーオッケーオッケー。来たー。だぞ、オッケー。で、俺がいたらダメだから、俺は帰るから、ここでステイで。オッケー。行って帰るわ、俺。オッケー、俺は帰れました。で、一人ちょっとね、行きミスった人がいるんで、フリじゃね？めっちゃ早いよ、マッチング。またフリっぽい感じでマッチしたけど。なんでこんな早いんだ？さあ、球体の方。でも割といいよ、割といい。突き抜けて走るんでしょ。そう、右行って、右行って、抜けて左で走っていこう。足がない。もうプロピ決めればよかったもん。怖いよ、この辺。いいよ。で、そこも左、一回行って、頑張れ。負けるな。で、ほら、正面真ん中もう突っ走っていけ。いけいけ。で、こう満点やからもう。僕走るだけ。あ、鳴ってる。プレイヤーいるわ。上、いるいる、左。で、そこ一回。来てる。ちょ待って、左。やべ、正面戦いならこれ。やばい。頑張るしかない。いる、何人かいる。右。もう行くならもうそこまっすぐ、そこ球体、目の前見えるやん。走れ！行け、もうそこ球体入ったら勝ち。終わった。ボイス言われてる。なんか言われてる。フレンドリーガイズって、フレンドリーガイズって。オッケーオッケー。同じタスクやってるわ、多分。オッケー。K でオッケーって。オッケー、フレンドリーオッケー。同じタスクしろ。Yeah, just run with knife. Run with knife. ナイフって、ナイフって言ってるよ。For my safety. ナイフないって。Yeah, run with knife, just. ナイフないって。OK。よし、帰ろう。じゃあもう。Handgun, yes, handgun. Yeah, yeah, handgun. I don't have, you don't have? 何言ってる。Put your guns to the back. Put your guns to the back. なんて言ってんの？よくわかんねえ。Take it, bro, take it.なんか、よかった。よかった。タスク同士の人たちだ。あ、よかった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 。そして帰ろう。これランスルーなんのかな？ OK、100%。どうなったのこれ。ランスルーなるのかな？これ最後ランスルーになったらさ、インレイドで消えるのかどうか。うわ、すごっ。マラソン行って帰って、また行ってクリアしたね。あ、すごい。まとめてなんだ。だからランスルーなんないんだ。全部のレイドまとめて、これ4レイド分だね、多分。待って、1、2、3、4、5レイド分だ。5レイド分まとめていってるから、ランスルーにはなんない。OK。一つデータ取れたんで、ありがとうございます。で、ってことで、タスクがね、これクリア。クリアということで、達成しました、マラソン。で、これちょっとね、俺顔のやつが邪魔だから、顔出しいっぱい消して、で、こんな感じでね、報酬がバカうまいんですよね。XP6 万。で、24万ルーブル。で、インジェクターケースと医療ケースに剣眼鏡2個。が今回のこのタスクでしたと。完了。一瞬でレベル16レベルになった。2レベル上がったね。いや、よかったね。マラソン面白いわ。今後もね、このマラソンの動画上がっていきます。
絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも